無念無双からの返し、お見事。元に戻ったな、色男。ああ、お前たちのおかげだ。ヴァンさん、ディンゴさんもよかった。どうなるかと思ったけど。こいつはまさか。ゲネシスの力、やっと戻ったんじゃない？はい、そうみたいです。でも、やはり。そんな顔をするな。あるべきところに帰るだけだろ。これで彼女の依頼もようやく達成ってところか。これで半分だ。こんなことまで起きたからにはな、できればお前にも手を貸してほしいところだったが。まあ、お前たちなら大丈夫だろう。この結果をつかみ取ったくらいだ。出会ったばかりの時は昔の俺みたいな半人前だったが、いつの間にか大奥に頼られて、そして頼ることも覚えたようだ。俺からの 4SPG も果たしてくれてありがとう、バン。当然だろ。ただでさえ借りがかさんでたんだ。返せるところで返しとかなきゃな。せっかくの機会だ。もう少しばかり返させろ。例えばあの子、マリエルへの伝言なんだな。確かにそれは少しばかり心残りだったが、つまずき空回りしながらも自分の足でちゃんと歩み始めている。これ以上はただの未練。リンゴさん？マリエルさん？どうしてここに？デラーちゃん、いつの間に？まさか、お前が彼女？うん、私は頼まれただけ。そっちのメガネの人のマークが外れたタイミングで、ってね。まさか。そういうことだ、ルネ・キンケイド補佐官。お初にお目にかかる。と言っても映像は遅れないが、スウィン君、ナーディア君も久しぶりだが、元気そうで何よりだ。呆れたな。まさかこういう形で動いてたとは。そっちも無事みたいだね。まあ一里寺も心配してなかったけど。おいおい、あんたまさか。公式にはなくなったことになっているクロスベル祭事変も。ああ、まさかこんな形でマークを外してくるとはな。バーン・アークライド君だったか。3人がいろいろと世話になったようだ。いずれ礼はするとして、ラピスを通じてそちらの状況は一通り把握していてね。これ夢ですよね。なんかサングラスの人に声をかけられて
通信越しにディンゴさんの声が聞こえて、タワー前まで来たらこんな。以前ブラッド君から受けた借りをこういう形で返させてもらうことにした。間に合ったようで何よりだ。マジか。やはりとんでもない御仁だな。独り立ちし始めてるのに、その調子じゃ心配になってくるな。そうですよ、私ディンゴさんがいなかったら。いいや、やっていけるさ。クーデターでの仕事も見せてもらった。それに聞いていたなら理解してるんだろ、俺がもういないことを。これが刹那の再会に過ぎないことを。ありがとう、元依頼者にラピス城。これで心残りもなくなった。何、借りを返したまでさ。それにあなたは途中から私のことも気にかけてくれたでしょ。あの嫌な奴の枷を弱めて元に戻れるきっかけをくれたし。やはりそうだったか。なるほど、さすがイケメンだね。そしてバン、お前たちにはいくら礼を言っても足りないくらいだ。最後に一つだけ、アニエス嬢、例の手記について伝えておこう。何？それって。と言っても、第八に取り込まれた身でつかめた断片的な情報に過ぎないが、今回の事件はあくまでイレギュラー。最後の一節が示すことじゃない。大丈夫だ。それじゃあな、マリエル、バンたち。そうそう、ベルモッティたちにもよろしく伝えておいてくれ。ああ、任せとけ。ディンゴさん、私それから私たちはかけがえのない今へと戻ってきました。つかの間の開口を惜しみながらも、マリエルさんに背中を押されるようにしてトリオンモールを後にし、
学芸祭の特別ステージの最後に何とか間に合うことができたのでした。本日のアラミス学芸祭は終了しました。ご来場誠にありがとうございました。生徒並びに関係者の方々は明日の準備をしつつ中庭に集まってください。いやー、確かに今年は一味違ったな。来年はまた変わるらしいけど、どんな感じなのかしら。やれやれ、まさかリーシャ・マオにクラウゼルまで飛び込みだなんてな。豪華すぎるゲストも含めてどんだけ欲張りなんだってのお前ら。まあ確かに最初はレン先輩の提案でしたけど、私やオデットにアルベール君、他のみんなも乗っちゃいましたね。カルバードの過去と現在、高まりつつある分断の兆し、それに周りの国々との関係も考えると、賠償金が終わって危ぶまれた経済も、財阀企画の国際化でさらなる躍進か。ルネの様子じゃまた動きがありそうだし、しばらくは独走が続きそうだ。そんな中で共に新たな季節を。なかなか意味深なテーマだったじゃねえか。父をはじめとする人たちにどこまで響いたかは分かりませんが、その意味では
せめてもの意地だったかもしれません。他のみんなや協力していただいたバンさんたちには申し訳ないですけど。ま、胸を張りな。これだけのことをやりきったんだ。悔しいが俺たちの時以上だった。チート込みだが、それも実力ってな。そもそもバンさんたちにもいろいろ協力してもらっちゃいましたし、みんなの勝利でいいかと。本当にありがとうございました。中退 OB としてそんくらいはな。まだ初日とはいえ少し肩の荷が下りた気分ですけど、学芸祭の後には生徒会長選挙に進路相談なんかもあるんですよね。楽しいけどやっぱり大変です。アラミスは、ま、生徒会長はアルベールが出馬するって話だが、やっぱりバイトの回数もこのまま絞った方がいいんじゃねえか。もうだからそこは譲れませんから。スウィン君たちもいなくなりますし、まだ終わってないみたいですから。人の罪を観測する装置、どうしてひいおじいちゃんがそんなものを作ったのかは分かりませんけど、多分、いえ間違いなくゲネシスにはもっと重大な秘密が隠されている。そう思えてならないんです。だろうな。そしてメアとグレンデルが絡んでる以上、俺も無関係じゃいられねえ。もちろんあいつらもな。はい、ディンゴさんの指摘通り、確かに人は弱い存在かもしれません。それでもその時々でどうしても前に踏み出さなくてはならない時がある。たとえ間違いに終わったとしても、それもまた人間だと思うんです。ああ、でもあの時のバンさんみたいに、今回フェリちゃんやカトル君、アーロンさんやナーディアちゃんたち、それ以外の人たちもそれぞれの過去や葛藤を乗り越えて今をつかみました。だから私も改めて見習いたいと思うんです。ゲネシスのこと、お父さんのことはもちろんですけど、賞賛がなかったとしても、いつかこの思いを大切な人に、そんな一歩を踏み出せる勇気を。バンさん、アニエスさん。何まったりしてやがる。てめえらも参加しろっての。まだ始まったばかりですし、せっかくですからぜひ。さすがにちょっと汗をかいちゃったな。ねえねえニナ、リーシャ、せっかくだし私たちも行かない？いいですね。まだ踊り足りない気分でしたし。そうじゃ、次は学園を舞台にした血湧き肉踊るエンタメ大作を。まあ、それは楽しそうですね。おいおい、この二人合わせちゃ危険じゃねえのか。僕としてはパニックホラーを期待しますけど。ああ、それはいいね。濡れ場なんかも結構ありそうだし。マクシムさん。あ、いやいや違うんだ。馬脚を笑わしやがったな。アニエスちゃん、一緒に踊ろう。あ、
おっと、だったら私はその後にお相手願おうかな。あらずるい、なら私はその次に予約ね。いや、モテモテですな、バンさん。モテてるというよりいじられてるだけな気もするが。でもま、強敵揃いみたいだし、エレインも頑張らないとかな。ちょっとフィーって久しぶりなのに何把握してるのよ。せいぜい腰を痛めないよう気をつけて相手を務めるんだな。記念写真もバッチリ撮りますので行きましょうか。ああ、ったくお前ら盛り上がりすぎだっての。